皆さんごきげんよう、せつなけいすけだよ。皆さん、あのフェスティバルの後、服装を着替えてきました。このスーツで次の国に行きたいと思います。でね、編集しようって気づいたんですけどね、こんなにやばいことになっとんだったら自衛隊呼べって言おったでしょ。でもよく考えたらさ、市長レベルで自衛隊って呼べないよねって。行きまーす。あ、間違えた。ここに入れなあかんのじゃ。前回までの分。わあ、あ、2ルートか、今回も。行き先は分かれたよ。クッポはどっちの国にいたんだろう。ゆっくりの国と海の国か。雪と海、雪と海はこれどっちにしようかな。あー、今の時期に合わせて雪にしとこうか。雪の国だね。僕もそう思うよ。よっしゃ、行くぞ、お前。わざわざ寒い時期に寒いエリアに行くというね。およ地域じゃ今でも雪が降っております。シュシュポッポシュシュシュプーシュシュポッポシュシュポッポプーシュシュポッポシュシュポッポプーシュシュポッポシュシュシュポッポプーシュポッポプーシュポッポプーシュポッポ。見てください、このさ、キャッピーだったっけ、こいつの白い名前。ごめんな、お前、白いやつ。お前の名前ちょっと忘れてたけど、キャッピーでよかったっけ。キャッピーの右上見てください。市長の銅像を買いました。これでいつでも市長がそばにいるような気分になりますね。フェスティバルの熱気はすごかったね。まあ、よーし、僕たちも頑張って追いかけないと。さてさて、これでも読んでおこうかな。ここはいいや。ケーキ、純白のケーキ、飛ばしてもだけど純白のケーキって言うたね。ウェディングケーキを作りに行こうとしてるんやな、あいつ。クッパなんかこれ、この寒そうな感じ、砂漠の国でもやったような気がする。パウダーボール、ケーキ泥棒の置き土産の巻き。置き土産とかせんでもいいのに、クッパマリオ、これはお前らのお土産だ。うんと食うがいい。いらねえわ、お前。余計なもん置いてんじゃないわ。めっちゃ白。周りめっちゃ白。で、あれがすごい光ってるって感じのが見えるぐらい。わあ、俺のスーツが真っ白になってきたぞ、お前。黒かったのに。降りていい感じなのか、これ。あ、いけそうな気がするな。周りなんもないし。飛び降り。よし。いけるな。よいしょ。わあ、上登れるんだ、これ。あ、こういう感じで上登れるんだ。なるほどな。あ、そういう感じな。あ、そう。これちょっと水の部分と陸地の部分分かれとんな、これ。よう見たら。あ、入れるんだ、水の中にも、一応は。作り出ないと。え今さ、雪だるまになっとった、今。雪だるまになっとったぞ、お前。そうか、水の中に長く降り続けとったらこうって死ぬとか、そういう感じなんかな。あ、そういう感じなんかな。そうか、そうか。じゃあ、とりあえずこっちに進んで、置き土産って言うたけど、あいつは何を、クッパは何を置き土産したのな、これ。お、なんか下にある。あー、こんな感じだったか。おー、地下の世界じゃ。おーおーおー、現地住民じゃ。急に降ってこないで。ごめんな。ちょっと俺だってさ、こんなところには入り口があるとは思わんかったんよ。かわいい。こいつらたまちゃんかよ。かわいい。なんかゆるキャラにおりそうな感じやん、お前ら。おい、おいおい。こんな感じなんだ。地下に町がある感じの地域なんだな。国なんやな、これ。あたり一面雪があるのにかき氷浮いよるで、お前ら。回復きてからろくなことこない。レースとかあんの、この国。え、ね、え、
ラリー選手権みたいなのがあるんかな。ラリー、ラリー、え、買い物。じゃあちょっとここ入ろうよ。これまでの隊員の中で一番よ一番スペース取っとんな、お前ら。横のスペースな。よし。まずはコインの方。まずはとりあえず、まあ、現地のパームをもらっとかな。な。よし。毎度毎度これだけは買っていきたいところです。あと何が運よ。絶対この地域で売るようなもんじゃないな、このパンツ服。あ、なんもないんじゃ。特に、まあ、これまでと一緒のもんか。そうか。じゃあ、こちらローカルの方は？わー、ちゃんとしたやつ、ウイオンで、この地域ならでは的なやつが。はあ、はい、はい。で、雪の国のステッカーに、まあ、この辺はいいや。オッケー。了解。あ、こいつやな。あ、なんこれ。クッパがなんか変な引き継ぎとき起きとんで、これ多分下に降りれるところだったんだろうな。レース会場？レース場なん、この下って。まあ、とりあえず話聞きましょうや。おい、ごめん。ごめんごめん。怪物がレースの商品、純白のケーキを盗んだげく。レース場の入り口を勝手に閉じちゃった。パワームーンがあれば開くよ。オレンジパワームーンを用意させろってか、お前。俺だってパワームーン用意して次の国行きたいのにな、お前。ヘイプドロップとかどうにかならん。どれがならんか。ならんか。パワームーンいるんか。いくらいるとかそういうの教えてほしかったんやけどな、俺は。結構入り組んどんかな、これ。こっちは何よ。あ、こういうところ。ドックの沼とかあんの。あー、だ、え、なんこいつって感じで、俺、おるけど。いてー！そんな感じか。あ、ノックバック的なやつ。ノックバック的なやつか。なるほど。ダメージ自体は何やけど、押し込んでくる感じね。了解、わかった。トゲゾーンも押し込むんじゃん、お前。そうか、そうか。じゃあ、こいつの風を避けながら進んでいかなあかんのね。トゲゾーンとこいつの風を避けながら。おい！あう！よっしゃ、いいぞ、いいぞ。このまま取っていけばいい。あーし！あーし！よし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 、いいぞ。なるほど、なるほど。敵の力を利用したようなギミックね。あ、これどうすればいいの？あら？おい、こっちじゃボケーってやったら後ろにこっち向いてくれるんかな？あ、これ、乗り移れる感じか。あ、そういうこと。あ、俺もこの力を利用させてもらうんじゃ。あー、そういうことか。なるほど。敵の力を利用する系のギミック多いな、今回。本作は。面白いな、これ。いでー！落ちろ、ボケー、カス。これはどうしようかな。これも乗り移れる感じか。ほい、ほい、オッケー。で、乗り移ったら、ここら辺のやつを一掃すればいいんじゃん。うえーい！あ、あ、あ。怖かろう。あ、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 これ、この状態でこっちに行こうけばこれも取れるって感じか。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。やけど、あれ光っとんなんなんやろ。今更ながら、あの光っとんがなんか気になり始めたんやけど、なんなんあれ。実はこんなとこにこんなものありました、的なやつがあるんやけど。だまーん。あれ取っとこう、なんか気になるし。なんか気になるけん取っとこう。見落とさんかったぞ。コインじゃ。普通のコインじゃ。どうですか、視聴者さんの地域は。まだ雪って結構降ってますか。俺の地域はね、結構積もる地域なんでね。通勤の時がね、あの、やばかった時もあったね。よっしゃ、何にせよ、パワームーン。イエーイ。イッツオデッセイ、突風の関門。これ、置き土産は、あれで、入り口のところやけんな。あー、一枚どくんじゃ、これで。あ、パワームーン取ればいいんじゃ、これで。てか、に、何重にも重ねとんか、あいつ。もう、あいつ。パワームーンの力なんだ、今の。
パワームーン消費はしてないよな。取っただけで使ってはないような気がするねんけど、まあいいや。何にせよ、あいつ、何重にも重ねとんじゃん、これ。3枚 ?3 枚。あ、完全にこの入り口でさ、エリア、違うエリアに行って、そこで手に入れたら開くみたいな、一つ開くみたいな感じになったんじゃ。そうか、そうか。了解だ。俺に任せな。ここは今回は、塔。マリオの身長以上の雪積もるんじゃ、この地域。素晴らしい。素晴らしいぐらい積もっております。寒ない?大丈夫か?寒いよな。よし、ごめんな。この雪を体にまとった状態でこれを風浴びるんやけん、寒いどころじゃないだろうな、多分これ。よいしょ。ヒップドロップか、これ。じゃな。こう飛んでですね、この風に煽って回転しながら飛ぶ。よっしゃ。ここも風が出て、なんかおるんかな、これ。あー!お前らか!お前らか、ここおったん。誰だ、今回は。ししー、純白のケーキはいただいたのさ。バズもケーキを気に入ってくれたし、僕らの仕事はケチなのさ。だからな、お前らは戦闘面に関して俺に負けるから完璧じゃないんだ。わかるか?やーっと。いつもパターンやな、これ、多分。いつもと同じパターンでいいんだろうな。あ。ちょっと、あれなんこれ、なんなんこれ、あんま関係ないんか、バトルには。よし。あー、そうかそうか、そんな感じだったな、そういや。あ、マジや。一歩手前で飛んでもた。ダイブ、オッケー。これ前にもあったな、パターンとしては。この、一度ダメージ与えた時に追いかけてくるパターンがちょっと違うかなって思ったら、こんな感じだったような気がするな、前も。あんまパターン変わらんな、お前。ワンパターンやろう、お前が。よいしょ、オッケー。あー、両方ともじゃ。イエーイ、見てる?ボックチン。実家の母ちゃん見てますか?僕、マリオを使って敵を倒しております。実家の母ちゃん見てますか?って、俺実家暮らしやけどな。よいしょ、これでラスト。なんなくって感じだったな。今度はもうちょい強い作戦を用意してきな。ワンパターンだったもん。よっしゃー、これで1個手に入れるんだったら安いものです。オッケーって思ったんやけどさ、1人ずつじゃなくてさ、4人全員でかかってんの今回。よっしゃ、行くぜ、次。サクサク進めるよ。なんなら、このパートで、これ、全部、この国の全部終わらせてしまおうかなってくらい。行くぜ、三つ目、次は?あ、クリボーがおるね。つららの洞窟。何個もこれ。この白い影。この黒い影は。あ、こういう感じですか。あ、こういう感じ。そうなのね。よし。で、これ細い道通ります。ジャンプして避けます。つららを出します。つららに乗ってこうジャンプしますってことか。なるほどね。つららを足場にした感じ。これは何？4。どういうこと？え、クリボー4匹こっちに集めてこいってこと?え、どういうこと?え?ちょっとやってみようか。まずはお前だ。よっ。よっと。で、こいつをここに大きいボーリングにするかな?もう、追ってよ。あー、こいつ置いてこんのじゃ。よかった。よかったけど、これどうやって登ろう。どうやってこれ登ろう。ごめんな、待っとってよ。よいしょ。よしよし、じゃあ、これでいいんじゃない?これでいいんじゃない?いえ、こういうことなんかな?これ、果たしてこういうことだったんかな?こういうことなんだろうかな?すごい!おっと。こっちになんかヒントがあるんかな?あの4って数字のヒントは。
クリーボー4匹乗っけるとかそういうんじゃなかったんかな。危ない。おっと、てっぺんかなこれ。あ、いた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 。ここ何、なんだここ、なんかありげなんかなこれ。床抜けそう。え、あー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 あああってことは、ここにもう一個つららが来たら氷がなくなって止め戸がなくなって床が抜ける。ああパワームーンこんなとこにあった。何だったあのクリボのマークの4って数字、何だったん。何の意味があったん。わからんけど、パワームーンが手に入ったからいいか。僕はどうでもいいことは考えない、どうでもいいというかわからないことは考えないタイプの人間だからな。わかったかお前ら視聴者、そういう人間だ。我はそういう人間だ。とりあえず、三つ目、クリア。あと一つ。オッケー。サクサ進むぜ。あと一問だね。あ、開いとるよ。よっしゃ、行くぜ。これボスかな？このステージのボスかな？ブルーダーズかクッパかどっちか知らんけど置いていった。ボスがおるんだろうな、これ。えぐられたクレバス。えぐられたって言い方どうにかなりませんかね。なんかこれ、あー、なになになに、なにです、あー恐ろしいのが出てきた。ちょっと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 、見えないっす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 。ちょっと、おいの視界潰すのやめてもらえませんか。あー危ない、やめてもらえません。ちょっとそういう怖い顔で追いかけてこないでください。やめてーやめてーやめてよー、やめてよ。これ。あそこか。あと二つ。怖いわ、これ。いろいろと怖いわ。もう、潰されたらもうぐちゃってなるからね。マリオのゲームじゃなかったらめっちゃ血が出てきてぐちゃってなるからね。そういうやめて、そういう攻撃の仕方は、そういうトラップはやめて。これマリオが置いたんじゃなかったらさ、現地住民が仕掛けたってことになるからね。現地住民あんな顔してえげつないことやるよねって感じになるからね。しかもこれ乗らんかったらあかんのちゃん、これ。こいつに一旦乗ってこうか。ああ、なるほど。じゃあここもか。ここもこう乗っかっていこうか。ここ。おー、届かない。あ、届いた、ギリ届いた。よーよーよー、あーよー、危ない、危なかった。よっけー、サクサク進むぜ、今回は。It's Odyssey! 氷壁の関門？危なかった。恐ろしいな。圧迫死っていうのが一番恐ろしいわ。なんか。最下位、バウンドボール GP。GP ってグランプリか。あ、レース開催できることになったんじゃな。どういうレースなんだろう。どういう感じのレースなんじゃ。レース場に入れるね。よかったな、お前ら。人服の経験取られちゃったから、商品はグランドムーンだよ。でも、ひげの人は体が小さいから、レースに参加できないね。ひひひ、てめえ。うわ、こいつ、なんかいやらしい言い方するで、お前。こんな可愛い顔して、いやらしいことを言うな、お前は。レースができるな、嬉しい。でも、お前は体が小さいから、できぬな。ダメ、へへへ。ありがとう。でもお前はレースに参加できないね。体が小さいから、へへ。残念でした。おかげさま。でもお前は参加できない。体が小さいから、へへへ。残念でした。また来てね。お疲れさま。でもお前は参加させないよ。体が小さいから、へへへ。グッバイ。ご苦労様。でもお前は体が小さいから参加できませんからね。ひひひ、あはは。なんかこいつら全員すごいいやらしいこと言うんだよ。体が小さい、体が小さいからって。なんお前ら、体が小さいからって、お前。お前らそんなこと言うんだったらな、体が小さいマリオの底力を見せてやるからな、お前。体が小さいやつにやられたっていう感じでね、泣き夢させてやるからな、お前。泣かせてやるからな、お前。正々堂々レースに勝ってな。
レースでどんな感じなんだろう。スノーラインサーキットはマリオカートに出てきそうな感じ。親玉みたいな俺ですね。ワンチャントトロにも出てきそうな感じや。トトロみたいな。誰だよお前。控え室から出てこない。あー怖いのだ。レース前のちょっと怖いのかお前。プレッシャーに負けて圧倒的速さで勝利する自分のことを想像して怖いのか。控え室この段差飛び越えなあかんのだめ。めんどくさないですかね。お前か。めっちゃブルブル言ってるやんお前。どうした、なになに、レース、そんなの出たくない。みんな本気だし全然勝てないし、そんなやつやりながら誰か僕の代わりに出たらいいよな。え、それ俺のこと言ってんの、それ俺に、あ、おおおお、そういう感じな。そういう感じな。あー俺こいつの代理で出場する感じなんだ。はあ、体が小さい反応これで克服する的な感じだったんじゃ。そういうことな。じゃあ体が大きいからいいよねみたいな感じなんじゃ。そうか、マリオの力というかこいつの体を借りる感じなんだな。はあ、よくよく考えたらさ、体が小さいけんレース勝てるか勝てない以前に レギュレーション合うかもしれんな。マリオの体だったら、おい出させろお前。やっと来た、これでレースが始められますの。純白のケーキはもうないので新しい商品はグランドムーンですの。準備ができたらケース返せのですの。オッケーやるぞお前。久しぶりのレースなのでトレーニングから始めますの。グリフィンドール、ジャンプしてバウンドで加速、ジャンプしてバウンド、ジャンプしてバウンド、ジャンプしてバウンド。これこの辺走ってもいいんじゃないの。ワンちゃんこの辺走っても別にいいんじゃないのって思うけど。普通のレースだったら多分ペナルティーはかかるけど、もういいような気がする。これは普通のレースじゃないからな。ああ、やり直しさせられた、え、やり直しさせられるのこれ。これずっとこの辺おったら、そろそろレース本番、え、やり直しさせられるんかな。戻されるんかなこれ。最初に振り出しに戻るかな、スクロックでいう振り出しに戻るかな、そんな感じのさせられるんかな。オッケー、よしやるぞ。あんま雪の風呂に入っていったらあかん感じかな。かなバウンドボールグランプリ4番グリッドじゃ、なんか知らんけど4番グリッドじゃ、予選もしないのに。行くぜー。よっしゃ、1人抜き、あー早い、ショートカット、大幅ショートカットじゃボケ。行けー、ノウハウがわからん、このレースのノウハウがわからんが、ショートカット、あーやり直しさせられた。やり直しさせられた。お前そんなショートカットはダメじゃボケみたいな感じでやり直しさせられたんやけど、やばい、1位と結構差が離れてますね。あと2周です、あと2周です。よー、どうやれば速く走れるんかちょっとわからんけど、なんかハンドつけたら結構速く走れる感じかなこれ。あーちょっとコース外れた、コース外れた、やばい、前のやつがちょっと遠いな。1位どこ行った、よいしょ、コツがないのか、コツは、やばい、第一コーナー手前まで行っとるんや、あいつ第一、やばい、追いつけるか、あー早い、早いよ、早く走るコツとか欲しいと欲しかったな俺。あーダメだ、あワンちゃんいけるんじゃん、いけるんじゃん、逆転、最終コーナー、最終コーナー、最終コーナーで逆転、最終コーナー、いけー、家族、最後の家族、最後の家族、やったー。やったー、最後最後でなんか逆転したー。やったー、ファーストストラップ、ファーストストラップ21秒62、やったー。さすが奇跡のマリオだ。なんという素晴らしい走り、たとえるならそう、音速の雪だるま、音速ではなかったけどな。こちら商品のグランドムーンですな。キラボ、キラボ。なんだその今のキラボって声は、なんかの魔法ができそうな気がするでないかお前。表彰式、
やったぜ、シャンパンを開けろ、シャンパンを、シャンパンファイトじゃ。うわー、イッツオデッセイ、やったぜ。テカテカン、チャンピオン、アイアムチャンピオン、イエス。